こんにちは、井上です。今日は Excel の取得と変換という機能についてお話ししようかと思います。これ取得と変換って、あんまりかっこいい名前ではないんですけど、パワークエリという言い方もしてという機能でもあります。でこれ何をするかというと、こうファイルがこうたくさんあって、それを1個にまとめたいなという時ってあると思うんですよね。その時にそれを1個にまとめる方法の一つが今日お話しする取得と変換です。これプログラミング、Excel マクロを使ったりする方法もあったりはするんですけども、今日はそれを使わず Excel の機能だけでやる方法、やるものをお伝えいたします。で、これ私のブログでも結構人気でですね、よく読んでいただいてはいるんで、今日はちょっと実演でやってみようかなと思います。で、ちょっと画面の方を見ていただくと、こんな感じで視点ごとにデータがあると。で、サンプルデータとしてもこれぐらい準備しました。で、ちょっと中身見ていただくと、こんな感じで支店名があって、この売上っていう売上があると。でこれ本当は本来は日付があったり担当者があったり商品があったりって、そういったデータと思っていただければと思います。でこれでじゃあ例えば支店ごとのデータ、支店ごとの売上を見たいっていう時にどうするかってなると、これ結構大変ですよね。ファイル開いて、でそれを合計して、それをコピーなりするとか、もしくはそれをこう複雑な数式を使って一個に集計できるようにするとかっていうのをやらなきゃいけないと。でその時だけだったらいいんですけども、それはが例えば毎月やらなきゃいけなかったりしたらもう大変ですよね。でこれ視点が、これが今のサンプルのデータだけでも私は嫌ですけども、これがもっと多いケースっていうのもあったりすると、そういった時にどうするかと。一つの解決策としては、ファイルを最初から分けないっていう方法とかあったりはするんですけど、今回は分けてしまってる場合どうするかということで、ちょっとお伝えしようかと思います。で、これ全部同じようなフォーマットで、これらのファイルが、これ全部同じようなフォーマットであります。で、どうするかというと、例えばまっさらの Excel ファイルを開いていただいて、でここでデータタブのデータの取得でファイルからでフォルダーからというのを選びます。でこれ前提として今回のサンプルのデータっていうのは同じフォルダに入ってます。でその同じフォルダにあるものを全部こう結合するっていうのができるのが取得と変換です。でこれ取得と変換っていうのはこう取得してこう変換するっていう機能があるんで、そう言われてはいます。で、ここで言うとこうメニューで言うとデータの取得っていうところにあるんですけども、でもしこれがないバージョンの方の場合はちょっと概要欄にも入れておきますけど、マイクロソフトのサイトからその機能をインストールする必要がある場合はあります。 Excel の2010とか2013だと入ってないかと思いますんで、でその他、最新の Excel ですとか、マイクロソフト365だったら使えるようにはなってます。で、ファイル、私のこのやってるのは今、マイクロソフト365ですね。で、今はもうマイクロソフト365以外の、選択肢ってないかなとか思いますね。これ、月々1200円ほどを払って、こう、使い続けるサービスではあるんですけど、一括で買うと今でもやっぱりオフィスの Excel の2019というのがあって、で、それを買うと、3万円ぐらいするわけなんですけど、それを、買わないで、その月額で、で、随時、最新のものが使えるっていうのにしておいた方がいいかなとか思ったりします。こういった機能なんかもどんどん追加されて、どんどんというわけではないですけど、追加されていきますので。で、このファイルからで、フォルダーからっていうのを選んでいただいて、で、このフォルダーっていうのは、この私のこのデータというフォルダに入れてますんで、これを選択して開くにします。で、そうするとこういう画面が出てきて、フォルダの中にはこういうデータがありますよと、で、これを処理できますよっていうのがこうやって出てきます。で、ここでこの結合のところを押して、結合および読み込みっていうところを押した方が早いです。この結合と変換でもいいんですけども、結合および読み込みにして、すると、こうやって、フォルダの中のデータを読み取りに行ってくれます。で、このファイルの結合ということで、この抽出するオブジェクトを選びますということで、要はシートを選びにくださいってことになるんで、で、今回の場合は全てシート1っていう名前でシートが作ってあります。これはデータとか、その売上とかっていう、何でもいいんですけども、統一した方がやりやすいです。で、もし統一してない場合は、こうやって五反田支店だったらどのシート、
品川支店だったらどのシートっていうのをここでポチポチやらなきゃいけないです。だからそれを統一させるっていうのが一つ大事ではあるかなと。で今回は最初のファイルっていうことでシート1にすると、このフォルダーの中のシートがシート1、フォルダーの中のファイルのシート1が全て結合されます。でこの状態でちょっと OK を押すと、こうそれを読み取りに行って、まあ若干時間はかかるはかかるんですけど、でこんな感じで、あのファイル名とこの支店名と売上で、以前のデータというのはこの支店名と売上が入ってたと思うんですよね。でこれでこうやって見ていくと、先ほどのフォルダにある、まあ、品川、恵比寿、あと新宿って全部のデータがこう入ってはいます。でこれがで結合できたということです。まあ、これだけで結合できたりもするん で細かい設定なんかもできたりするんですけども、ちょっと一定の列を削除するとかですね、こう何か追加のデータを入れるとかっていうのもできたりもするんですけど、ひとまずこうやって一緒にしてしまえば、あとは Excel の機能でいろいろ集計したりとかっていうのができたりもするかなとか思います。でこれそもそもですね、データを一つにするとなんでメリットがあるのかっていうところをこう感じておかないと、なんでこんなことするんだってこう思われるかもしれないんですよね。でこの状態でも全然その支店別の売上なんか出てなかったりもするんで、でこういったデータを一つにするっていうメリットが発揮されるのはやっぱりピボットテーブルを使うときなんですよ。だからピボットテーブルも覚えつつ、こういう取得と変換というのをやっていかないと、そのうまく効果が出てこなかったりもします。でこれでいくと、ピボットテーブルでいうと、ここにピボットテーブルで集計というのがあるんで、これで集計すると、まあ、こんな感じでこう出てきますんで、で売上のとこチェックすると、これで、まあ、これが先ほどのフォルダーの中にあるファイルの売上のすべての合計です。でこれ支店名というとこチェックするとこんな感じで支店ごとに売上っていうのがこう出てきます。でまあこうすれば見やすくはなるかと思うんですけども、でこれでオルトキーと F1 キーって押すとこんな感じでグラフはできるんで、ちょっと整えると、まあ、余計なとこを消していって、まあ、私はこの辺も消したいんで、で色を変えたいんだったら色を変えてみたいな、でこういう感じにすることはできるんですよね。でこれですね、取得と変換は元のファイルが変換されたらここも変換されるんで、で変換することができるんで、それをうまく使う、こう更新ってするとこうそれが更新されますんで、まあ、また新しいデータを追加したらまた更新してっていう、で更新してピボットテーブルもこう更新すると、このグラフも更新されるっていう仕組みを作ることができます。だからまあ毎月、先ほどお話したように毎月やるんだったらこれをセットしておけばいいし、それでまたファイルが追加されたらそれなりに設定すれば、まあ、また結合ができると、まあ、こういった機能が取得と変換ではあります。ただやっぱりまあデメリットもあったりもして、まあ、これは一つこれを覚えると、こうフォルダーファイルをこうフォルダー内のファイルを結合するっていうのを覚えることができるんですけども、なんか それまでって言ったらそれまでではあるんですよね。もっとこういろんな処理をしたいとか、まあなんか応用を効かせるんであれば、やっぱりプログラミング Excel マクロをやっておいた方がいいかなとか思います。でこれってまあ簡単なようなんですけども、やっぱりエラーとかトラブルもあったりもするんで、まあ Excel マクロの方が難しくてこっちが簡単だっていうわけでもあながちないかなとか思います。で私はまあその考え方が古いかもしれませんけど、やっぱり何かコードを書く、プログラミングするっていうのは大事かなとか思っては、効率化の上で大事かなとか思ってはいますんで、まあ、こういうのをこうコードを使わなくて効率化ってことで、まあ、ノーコードって言ったりするんです、言われたりするんですけども、まあ、なんかあんま、まあ、していてもいいんですけども、あんまり頼らない方がいいかなとか思ったりします。まあそれだったらコードを書くことを覚えたり、こうファイルを最初から分割しないようにするにはどうするかみたいな、まあこれ視点ごとに例えば違う人が入力していてっていうんだったら仕方ないかもしれませんけども、じゃあその場合もじゃあ同じファイルを共有してそこに全部入力するようにするとかっていうのもできますし、他のシステムを使うっていうこともできたりもするんで、まあ、何かしら効率化の方法はあるかなとか思ったりはします。
ただこうやって最初からこう複数のファイルがずらっとあって、それを一個にしなきゃいけないっていう時にはこれを覚えておくといいんではないかなとは思ってはいます。でこれですね、あとはファイルごとに、例えば今 B 列に売上の金額が入ってましたけども、ある視点は C 列に入ってたり D 列に入ってたりってすると、またそれがずれる可能性はあったりするんで、ちょっと設定をするなり、ファイルを整えたりっていうことをしなきゃいけなくはなります。まあ、なんか何かしらその人のイレギュラーというのがこういうのでもネックにはなりますんで、そういうところも整えていくっていうのが大事かなというところです。で何よりもこれを手作業でやっちゃいけないかなと思ったりします。これを集計して貼り付けて、集計して貼り付けてっていうのをですね、なんかそれをそういうコピペをどうでしょうね、同じことを3回以上繰り返したらちょっと疑問に思うとか、それぐらいに考えておいた方がいいかなと思ったりします。で毎月そのじゃあこれの仕事に3時間かかるとかってなっても、やっぱりそこも疑問に思うべきですし、なんかその目の前の仕事を疑問に思うことからその効率化って始まるかなとか思ったりはします。まあ、とはいえ、そこに至る過程まででは、こうやって無理やりこう結合しなきゃいけないとかっていう場合もあったりもするんで、そういう時にこれを使っていただければと思います。で正直この仕組みを私は実際に使ってるかというと、これは使ってないです。やるんだったらもうマクロで書いちゃいますし、実際書いたりはしてはいます。お客様にも提供しているもので言うと、個人ごとの Excel ファイルがあって、それを一つのシートにまとめて、じゃあ経費の一覧を作るとかで、それを会計ソフトに取り込むとかっていう仕組みは Excel マクロで作ったりはしてはいます。そっちの方が応用が効くっていうのがやっぱり理由だったりもするんで、取得と変換の方が簡単ではあるんですけど、簡単なものって大体応用が効かなかったりもするんで、でもそれでもこう覚えておく、一度こう触っておくっていうのは大事かと思いますんで、なんか今必要じゃなくても、もし必要な時にこの動画を思い出していただくか、概要欄に貼っておきますけど、ブログ記事を参考にしていただくかしていただければと思います。では今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。